話が脱線する元駅員の先生。はい、ということでこの図の通りね、月のへこみのことをクレーターと言います。はい、クレーターです。これテストに出ますのでよく覚えておいてください。そういえばあれだな、この間な、先生ちょっとね、大阪の方に来る時があってな、新幹線って言ったんだけど、どうもね、指定席が満席でね、取れないとかね、まあ、このさ、グリーン席でいいかと思ってグリーン席に乗ったんだよ。その時初めて先生乗ったんだよな。そしたらグリーン席、本当にいい席だ、本当にいい席だと、お前乗ったことないだろ、ないだろ。いや、一回乗った方がいいよ、本当に静かでな、お席もふわふわで、本当に眠っちゃってな、先生、本当に。あっという間にも新幹線がついちゃって。もっとなんか堪能できたらよかったんだけどな。いや、本当に楽しかったぞ。グリーン席乗ってみろ。ちょっと高いけどな、大塚ちょっと貯めて、みんな東京じゃない、大阪行くときは行ってみろ。おお、楽しい。いや、グリーン席いいぞ。小テストやろうと思ったけど職員室に忘れた元駅員の先生。はい、おはようございます。今日は早速小テストやっていきたいと思うんですけども、小テスト車庫に忘れてきちゃったんでちょっと取ってきます。行ってきます。